表参道ですね。この上野毛の表参道、ここからね、時間的にも登ってくる人いないと思うんで、ゆっくり行きたいと思います。若宮さんは眺めながらですね。向こう側の参道はただに、あの下宮に行く参道でしかないんで、私は表参道から帰るか。ただ思ったよりそんなに高くないからモノレールじゃなくてもいいような気がしますけどね。ちょっと辛いかなと思うけど、でも他の神社でも結構これぐらいの登りは山の神社なら普通にあるんで、そこまででもない気がするんですけど。はい、下ってきました。この雰囲気はいいですね。